高知信用金庫は、高知県高知市に本店を置く、信用金庫である。通称、ドットコムバンク。以前のキャッチフレーズは、ニコニコ明るい高知信用金庫であった。預金残高は7500億円を超え四国の、新金では最大。全国的にも、有数の規模を誇る。自己資本比率も近年に40%以上を安定して維持するなど、経営基盤は盤弱だが、 その一方で、貸出資金残高は伸び悩み、予対率も新金業界の平均水準である5割を、はるかに下回る1割以下に過ぎない。貸出資金残高だけを取れば、高知県内にある、もう一つの新金で預金残高では、等新金の5分の1以下の旗新金をも下回る。収益の大半は株と債券の運用益に依存しており、安定的な配当収入が見込める九州電力。 関西電力といった電力会社で大株主に名を連ねている。なお、これらの証券投資で得た収益の還元策として、氷回り定期預金、収益還元型定期預金、リターン A を提供している。2011年6月には新近海では初の女性トップとして山崎くるみが理事長に昇格した。金庫の ATM は協力 ATM の愛称を持つ。 キャッシュカードの入出金については、利用可能な全時間帯において、手数料が徴収されない。さらにそれ以外の信用金庫のキャッシュカードによる入出金については、新金 ATM ゼロネットサービスのサービス時間帯に、限り同様に手数料が徴収されない。2008年10月1日、新金大阪共同事務センターに加盟する四国うちの旧信用金庫において、 ATM 相互入出金手数料を完全無料化したが、高知新金は独自のシステムを採用しているため、参加していない。ありがとうございます。